皆さん、ポケットモンスターソード&シールドのゲームはやっていますか？追加コンテンツも配信され、ますます楽しくなりましたね。そこで今回はソード&シールドのゲーム内の小ネタについて話していきたいと思います。では関係ないけど、僕も小ネタできます。ヨッシーのジャンプの声、よかったら最後まで聞いてってください。ソード&シールドのゲーム内の小ネタについて、まずはこちら、主人公の部屋の小物について。主人公の部屋をよーく見るとスイッチが置いてあるんですが、このスイッチ実はプレイしている自分のスイッチの色とリンクしているんです。すごい細かいとこまで作り込まれてますよね。あとは部屋の内装は、主人公が男の子か女の子かで少し変わります。スイッチの横の人形が、男の子はピカチュウ、女の子はイーブイ。壁紙は男の子がイーブイとピカチュウの尻尾、女の子はピカチュウとイーブイの尻尾になっています。また家具の色は、男の子がブラウンで統一されていて、女の子は白で統一されています。次に登場人物、ダンテのマントについて。チャンピオンダンテのマントにはスポンサーのロゴが書かれているそうですが、そこにはなんとゲームフリークのロゴがありますさりげない。次にジブについて。ジブでジムリーダーたちが登場してくる時のスポンサー広告が、その人に合った広告になってるんですが、キバナプロテインの広告やってそう、プロテインの CM とか出てそう。カブさんはヒゲ剃りの広告、斉藤さんはなぜかレストランの広告、ルリナは美味しい水の広告です。ルリナ水の CM 出てそう。次に主人公の家にいるママについて。ママの髪色や肌の色は、主人公を作成した時に洗濯した時の色に合わせられています。まあ色が全然違ったらこの人ママじゃないってなりますもんね。とはこんな感じで、ソード&シールドのゲーム内の小ネタについてでした。それでは本日のハルカットイラスト紹介コーナー、今回はこちら。あ、かわいい、俺とピカチュウだ。待って、一生懸命描いてくれて嬉しいよね。めちゃくちゃ嬉しい、ありがとう、大事にする。 Twitter のハルカットイラストハッシュタグでまだまだ募集してるので、動画に載ってもいいって方はじゃんじゃん書いてツイートしちゃってね。また同じく Twitter で夏休み最後の動画で質問コーナーをやるので、ハッシュタグハルカットに質問をつけて、よかったらツイートしてください。ちょっとのご動画をショートとはチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。